ポルシェベースのモデルを世に送り出しているため、アロイスルーフによって創設されたルーフ車はチューナーと認識されがちだ。しかし実際は自動車製造業の認定を受けた劣気とした自動車メーカーである。そのルーフが生み出す 3400S というモデルはポルシェボクスターをベースにしたコンプリートマシンだ。搭載される 3.4 リットルのフラット6は911に搭載されるユニットをベースとしたもの。 11.3 という高圧縮比を持ち、最高出力310馬力、最大トルク 36.7 キロを発生する。これをミッドマウントし、6速マニュアルを介して後輪にパワーを伝える仕組みはボクスターと同じである。パワーユニットのパフォーマンスアップに伴い、サスペンションも当然強化され、ルーフスポーツシステムと呼ばれるオリジナルが組み合わされる。ブレーキもフロントにモノブロックの4ピストンキャリパーを備え、ディスクは前後ともベンチレーテッドタイプへと交換される。エグゾーストはルーフパフォーマンスシステムと呼ばれる高効率タイプで、テールパイプも2本出しである。ホイールは前後とも18インチサイズの5本スポークタイプを採用。これに組み合わされるタイヤはピレリ P0 アシンメトリコで、フロントが22540、リアが26535の ZR 規格となる。さらにオプションで19インチサイズのホイールの装着も可能だ。エクステリアに装着されるフロントスポイラーやサイドスカート、エアロミラーなどは全てオプション設定。インテリアも同様に様々なオプション品が用意されている。